1. ダイヤを使ってスタンダードガチャを引く。開催期間が設けられてなく、常に開催されているスタンダードガチャ。絶対にこのガチャをダイヤを使って引いてはいけない。スタンダードガチャでは初期のメンバーのみが輩出され、今までに登場したイベントキャラは対象外である。初期メンバーのスキルはイベントキャラに比べてスキルアップ倍率が低いため、ゲームが進むにつれて即戦力になりにくくなっていく。だが総合力はイベントキャラよりも高い傾向があるため、サポートメンバーとしては優秀である。そんなスタンダードガチャはガチャチケットでも引くことができる。だが逆にガチャチケットはスタンダードガチャにしか使えない。そしてガチャチケットはデイリーミッションの報酬または運営からの差し入れで大量に手に入る機会がある。つまりガチャチケットで済ませられるところを貴重なダイヤを使って引いてしまうことはとてももったいないことなのだ。さらに初期メンバーしか出ないということは、それらをコンプリートした後は全て貝殻にしかならない。イベントガチャでも初期メンバーは排出されるため、ダイヤを使ってスタンダードガチャを引くのは無駄である。ダイヤを使うときは絶対にイベントガチャだけを引くようにしよう。2. いきなり交換所でコインを使ってしまう。グルミク内最重要アイテムと言っても過言ではないコイン。その使い道は未来永劫である。誰もがグルミクを始めた時に初期費用として100万コインを受け取ることができるだろう。そしてコインと交換できるアイテムを見てみると、ガチャチケット、最高級の経験値チケット、交換所には魅力的なアイテムがたくさんあるのだ。だがその誘惑に負けていきなりコインを交換してしまうのは絶対にやってはいけない。経験値チケットならちょっとくらいはいいと思うけどね。交換所で交換するよりも優先すべきコインの使い道は2つもある。1つは限界突破、1つはクラブアイテムの強化。どちらも編成の総合力を上げるには欠かせないことなのだ。うっかり経験値チケットを交換しすぎて、いざという時に限界突破やアイテムの強化ができないなんてことは言語道断。グルミクではコインの入手手段が限られている。がっぽり稼げるのもポーカーイベントか運営の差し入れぐらいだ。リアルと一緒で無駄遣いをしてはいけない。優先順位を考えて計画的に使っていこう。ちなみに100万コインもあれば、クラブアイテムの強化は十分に終わらせることができる。ガチャチケットも最初のうちは交換しない方がいいだろう。さすがに10万コインは高すぎる。これはデイリーミッションで貯めよう。絶対にやってはダメなこと。 3. MV はすぐに交換するな。一部の楽曲には MV ライブが存在しており、交換所で音の真珠と交換することができる。そしてこの音の真珠はおそらくグルミク内でもトップクラスで手に入る機会が少ないだろう。イベントランキング報酬やたまにログインボーナスやミッションの報酬で追加されるぐらいだ。貝殻と交換することも可能だが、あまりにも消費する貝殻の量が多いため、これはあまりおすすめできない。音の真珠で交換できるものは主に3つ。 MV ライブ、ディスク、原曲だ。ディスクは各キャラそれぞれ真珠1個だけと交換できて、とても安い上に設置した時の効果もかなり強い。手持ちで最も強いキャラクターのディスクは優先的に交換するといいだろう。原曲も真珠5個で1曲と交換できるので、そこまで高くない。遊べる原曲を増やしたいと思う人は多いだろうから、これも優先的に交換していいだろう。しかし対して MV ライブは1曲交換するのに音の真珠を50個も必要とする。 MV に関してはあまりにも高いので、交換するときは音の真珠に余裕ができたときに交換しよう。特に原曲なんかは告知なしで唐突に追加されるパターンもある。そんなときに音の真珠がなくて交換できないなんてことを避けるために、常に数十個以上の真珠は残しておくようにしよう。私の場合は最低でも真珠50個は手持ちにあるようにしている。絶対にやってはダメなこと。イベント外でブーストチケットを使ってしまう。1回ライブをした時にもらえる報酬、経験値、親密度を5倍にできるチケット。このブーストチケット、入手できるイベントポイントも5倍にすることができる。そのためイベント開催時に使用することで大幅にランキングを伸ばすことができる。入手手段は D4 パスのログインボーナスか貝殻との交換のみ。決して安いアイテムではないため、絶対にイベント期間外では使ってはいけない。なお、このブーストチケットは2021年2月23日の大型アップデートにより廃止となる。レギュラーの皆さん、ごきげんよう。ザンジと申します。ということで今回はグルミクユーザーなら知っておきたいやってはいけないことをまとめていきたいと思います。先日視聴者さんからグルミクの失敗談を募集したので、それをもとにこれから始める方は気をつけようという感じで紹介していきます。この動画を見た後にぜひ皆さんのグルミク失敗談も教えてください。それでは早速見ていきましょう。星3クリスタルを使わずに星3キャラを作ったことかな。はい、これ結構大事ですね。基本的には星4メンバーの限界突破には普通のクリスタルを使いましょう。星4キャラを最終進化させるのにクリスタルって全部で19個必要になるので、なるべく星3メンバーの限界突破には普通のクリスタルは使わずに
星3用クリスタルで済ませられるようにしましょう。間違えてオーディエンスモードで行ってスタミナを無駄にする。いや、これはあるあるですね。なんか前にオート機能でやってて、いざ自分の手でやろうとしたら設定がオートのままになっててライブを始めちゃうパターンですね。まあ、無駄にはなることはないんですけど、オート機能でプレイしちゃうとスコアとか結構落ちるので、そのせいでもらえるポイントとか結構減っちゃうんですよね。これはライブ始める前にちゃんと確認しておくようにしましょう。なんかオート機能の設定間違い防止のために、なんかそれなりの通知機能とか実装してくれると助かりますよね。チュートリアルミッションを全てクリアしたこと。そう、これチュートリアルミッション達成報酬がダイヤだからめちゃくちゃ美味しいんですよね。これできればすぐに回収せずに、いざダイヤが欲しくなった時のために残しておきましょう。ただほとんどのミッションはゲームを進めてたら勝手にクリアされていっちゃうので、フレンド申請だったりエリア会話を読むだったり、必須ではないミッションを残すといいと思います。こういうミッションだけを達成しないでおくことで、いざダイヤが欲しくなった時にそのミッションをクリアするだけで、それ以降のステップのミッションの報酬も同時に受け取ることができます。最初からフルコンばかりしてダイヤを稼ぐ手段がなくなってしまったこと。これもさっきのチュートリアルと同じ理由ですね。まあ、フルコンしまくるのはいいことなんですけど、まあ後々楽曲報酬からダイヤを獲得できる手段が減ってきますからね。ただやっぱり音ゲープレイヤーとしてはフルコンボを達成してなんぼみたいなところもあるので、楽曲報酬でダイヤを稼ぐ手段を残しておくならスコアランクかクリア回数がいいと思います。まあ、グルミクって結構楽曲追加の頻度が高いので、まあ、そこはすごい嬉しいことですよね。イベント始まった時、よしイベント回すか。イベント始まって半ばぐらい、そろそろ本格的に返そっかな。イベント終わりかけ、とりあえず報酬だけでも頑張ろう。イベント終了後、あれ最初に戻る。まあ、イベントの開催期間はきちんと把握しておきましょう。公式ツイッターやゲーム内のお知らせやイベントトップから確認できます。イベントポイントの報酬のメンバーはその場で開催されているイベントでかなり即戦力になるので、絶対に取るようにしましょう。推しの誕生日を把握せずに適当にガチャ引いてたら、推しの誕生日ガチャにダイヤが足りなかった。いや、これは誕生日ガチャ直前にもかかわらず、魅力的なイベントを容赦なく開催させる運営が悪いです。いいぞ、もっとやれ。初期にノアの叫び声にびっくりしてコンボ途切れたこと。いやー、かわいいウニちゃん。いや、どっからそんな声出てるんだよ。ノアの叫び声は思わずコンボも途切らせてしまうほどの狂気っぷりということですね。この米主にとっては新たな初見殺しのギミックだったということでしょう。アニメだとごく普通な女の子って感じしかしなかったけど、もうゲームだといろいろぶっ壊れてますからね。もしアニメの2期があるならたくさん暴走してほしいですね。学校でガチャ引いてヒーロー出して友達にヒーローおっぱいでかいね爆乳じゃんってでかい声で言って周りの女子に惹かれたこと。学校でエッテーをすな。間違えてアプリ消したことかな。うん、それもう罪。